イチローの高校通算打率5割1厘わらわらわら。高校通算成績は536打数269安打打率5割1厘本塁打19本2塁打74本3塁打28本盗塁131。これマジ。おかしいですわ。盗塁数がおかしい。どんな理由があってもこの打者がドラ4とか信じられん。ほな、そらとの間も勝てんはずや。ちなとの間通算成績描写されてるものに限る。中日人語わらわらわら。本塁打少なくない？動画見たらもっとめった打ちしててもおかしくない気がするんやけど。無能スカウト、線が細い選手はいらない。確かにすごいけど、それでもあのガリガリ君がここまで活躍するとはさすがに予想できんやろ。記録残ってるの、盗塁数やバスギ。なんでこれでドラ4なのか。盗塁こんなにしてたんか。なおスルーした中日スカウト陣は粛清された模様。今こんな選手が現れてもドラ4クラスかね。体格もあの時のイチロー並みとして。イチローって交通事故で投手断念したけど、事故ったんドラフト前とかやっけ。最後の予選にはもう野手だったからその前やろな。中日さんはやらかしたとしか言いようがない。やっぱり体格至上主義ってクソだわ。地元にこんな選手がいるのにスルーする球団があったらしい。中日が獲得してたら福留クラスで終わってそう。無名高校出身ならまだしも名門の選手やで。中日ファン高校の成績派手にならない。敬遠したら盗塁されるし悪夢だな。投手としてしか見てなかった中日。甲子園行った時の夏の県予選7割超えだっけ。これで地元にこだわるようになったのは良いことなのか悪いことなのか。中日はイチローのためを思って指名しなかっただけ。イチローの高校時代の名言、ヒットぐらいならいつでも打てますよ監督。手かどこも避けた理由はな感じのフォームだったから。当時はホームだの身長だのクソうるさかった。高校の監督もイチローは当時からすごいと思ってたけど、あいつならきっとプロで3割打てるはずだとしか思ってなかったとか。人間の想像力の限界やね。イチロー自身がプロしか見てなかったからね。投手がやりたいんじゃなくて、投手はスカウトに見られやすいから投手してただけ。甲子園はプロに行くためであって、あそこで負けても悔しさとかない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。